はい、そしたら今日もやってみたいと思います。ロームトークということで、ニュースに一言なんですけれども、社長がなんか共有した記事で、セブンイレブンにテレキューブ設置ということなんですけれども、人が1人入る箱をセブンイレブンの店内に設置して、そこで集中して作業をしてくださいっていう。大体ですか？あんまり、まあ、私たち3人それぞれ、まあ、家で普通に静かにできてるから、うん、あんま必要性は感じてないですよね、うん、今のところは、ね、そうですね。小さいお子さんが家にずっといるから集中できないとか言うんだったらありかもしれないけど、でもそれにしてもこんなサイズだとちょっと1時間が限度かなって私思いますけど腰痛くなりますよね。そうですね、なんか直角に座ってそうですよね。外から見えるようになってるんですか？私もそこが一番気になります偽物感がすごいぞと思ってなんかパッと見テレフォンボックスみたいじゃないですか今個数減りましたよね。使ったことあります？もちろんありますよどこの年代の人までがちゃんと使ったことあるのかなと思って。使ったことあります。テレホンカード持ってました。あったあったあったね。カラオケボックスとかでした方がまだいいかなってちょっと思いますテレワークキャンペーン多分まだやってますよね。ありますよね。しかもあれなんか食べ物とか飲み物とかも頼めるから、そっちがいいかなってそれでもうむしゃくしゃしてどうしようもなくなったら、まあ、ビーズとか歌えばいいんですよね。あ、そう、それいいですねちょっと一回休憩打刻して急に歌い出す。梅門の業務的にはたまにこう歌取ってるじゃないですか。いや、あれでも別にマストじゃないからありじゃないですか。カラオケボックス、今日はカラオケボックスでやります。なんかいつもよりめっちゃエコーかかっちゃうみたいな。そう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 それ多分うちの会社は言えば OK だと思いますけど、まあ、そうですね、うちの会社ありかもしれないですね。いいですね。まあそれに関連しまして、うちはもともとリモートワークで初めからやってますけれども、あ、リモートで良かったっていうモーメントがきっとあったと思うんですよね。モーメント、はい。あ、でもやっぱ一番大きいのは去年急遽休校になったじゃないですか、コロナでね。あの時に出勤だったらもうちょっと積んでたなとは思います。なるほど、長かったですよねあれ。2月の終わりの金曜日か何かにいきなりニュースが出て、急でしたもんね、うん、木曜か金曜のニュースだったのに翌週の月曜からもう学校休みですみたいな、確かそんなとこで、周りの人たちみんなパニックになったのすごいよく覚えてます。言ってましたよね。ワーキングママさんの LINE がもう大パニックですって師範言ってましたよねその時そう、でもあの時やっぱり有給取らないといけない人も結構いたし、有給使い切って欠勤になってる人もいたから、あれなかったら多分うちも相当厳しかったですよね。ママ多いからですね、うちの会社も。そうですね、そうか、欠勤になっちゃうのが先にまあ有給を使って、まあ、限界はありますもんね。欠勤になるということは控除がされるから、その月はすごく手取りが減っちゃうってことですもんね。ですよね。それをカバーするために多分雇用調整助成金とかされるんでしょうけど、面倒くさそうですもんね。そうですね。長期の休校にも、まあ、リモートだから耐えれた、精神的にはちょっとやばかったですけどねあ、そうでしたね。ようやく在宅勤務と在宅勤務 with キッズは違うということがそういう認識が結構世界にも広まってきましたよね。ね、吉部なんかありますか？そしたらいくつか考えてきたんですけど、カンペ見てる、カンペ偉い、ちゃんと予習してる。そういうところが素晴らしい。やっぱり集中して仕事ができる。なるほど。私の性格上、しょうもないことが気になっちゃって、前はもちろん社員がいるオフィスで働いてたんですけど、どうしてもなんか誰かが叱責されてる声とか、うわおね、働かずにうろうろしてる人とか、そういうのが気になっちゃうと仕事にならないじゃないですか。確かに一例ですよ、一例ですけど。いや、もう一例がすごいツッコミの子満載なんですけど、これ大丈夫かな放送して。あ、大丈夫かな。叱責されてるだったらピーを入れてもらってあれですよね、なんか他の社員の前で大きな声で叱責するとかって、これ結構パワハラ事例ですよね。今だとそうですよね。今だったらね、まあ当時はね、当時はすごく集中して、すごい自分が必死な姿もそんなに見られないからいいですよね。髪をかき上げてうわーってやってるのもかき上げ放題だもんね。かき上げ放題なるほど。まあ、自分がそれだけこう周りに気を取られてたってことは、周りの人も見てるってことですもんね。そうですね。やっぱり気になっちゃう。なんか性格によると思うんですけどね。気になっちゃって。なるほど。なんかそれで言うと、出社してこう機嫌の悪い上司と顔を合わせなくていいっていうのも大きいかなと思います。なんかいません、朝からやたらイライラしてる人。めちゃわかりました。いました。俺はイライラしてるんだぞアピールの人いましたよね。でもこっちは決済があるから話しかけなきゃいけないわけじゃないですか。そうなんですよね。本当に締め切りありますからね。そうね。それがなくなったのはちょっとやりやすいけど、私昔の会社で紙で有給申請出してた、まあ、コピー用紙に書いて出すんですけど、まあ、課長にハンコもらって部長にハンコもらってっていうスタンプラリーがあったんですけど、上司は雑談のつもりで3日間有給取ってどこ行くみたいな感じでこう話してくれるんですけど、まあ、正直ちょっとほっといてくれよ的な気持ちになることも多々ありなんかこう別に詮索する気持ちがないのは分かるんですけど、ちょっとなんかそういう小さいストレスって結構ありますよね。ありますね。今はクラウド勤怠、マネフォクラウド勤怠でオンラインで申請して、そういうなんか細かいことの積み重ねがもう一掃されたなっていう気持ちです。プチストレスが。積もり積もってると思うな。なんかそれで言うと経費申請とかも、それこそ紙で出してた時代も、渡す人が常にオフィスにいると限らないじゃないですか。なんでこう渡しそびれて、2週間3週間経つみたいなことが、クラウドだとね、いつでも出せるし、何だったら夜中に申請しといてもいいんで。確かに。ちなみに今有給申請するとき何か書いてます？コメント使用のためしか書いてないです。あれ必須でしたっけ？マネフォと家康が確かコメント必須だった気がします。なくてもセーフ。キングオブタイムも必須だったかな。あ、忘れちゃいましたけど、でもあれコメントなくてもいいような気もしますよね。必須じゃなくていいと思うんですけどね。ねえ、ありがとうございますみたいに書いちゃう人です。いいと思いますありがとうございます、どこどこ行ってきますみたいな。なるほど。じゃあ逆にリモートワークならではのちょっと困ることとかデメリットみたいなものがあったら教えてください。圧倒的に運動不足になる。はあ。昼ご飯が適当になる。ありますね。化粧が手抜きになるあと何かあるかな。あ、一人でパニックになる。ありますあります。すごく抱え込んじゃうという意味ですか？なんかよくわかんない作業しちゃった時とか、違うこれじゃないみたいな時ありませんか？ありますよ、何回も。特に独り言で「わー」とかって言ってて、なんかね、隣のデスクで見ててくれたらちょっとこう失敗しても「なんていうんですか？あなた大丈夫？」って言えますよね。そうですよね。それぐらいですかね。なるほど。その業務上で困ったことっていうのは、その最後の以外はあんまりないですかね。他の人の様子、手を差し伸べる機会が減るっていうことぐらいですかね、業務的なもので言うと。そうですね。なんか業務的なそういったことよりも、なんだろう、やっぱり精神的に孤独になるとか、そういう。独り言とか増えませんか？それはありますね。やたらなんかこう音楽聴きながら、次第に熱唱しながら作業しているとか。市販でもそういうことあるんですね。ないですか？ありますあります。あとオンオフの切り替えが。まあ業務とは関係ないと思うんですけど、なんかずっとオン状態みたいな。やろうと思えばいつでも直せちゃいますからね。あ、ちょっと気になったことあったなって思ったらできちゃいますもんね、すぐそこにあるから。まあそれがありがたい面もあれば。梅も結構いろんな時間帯にしてますよね。朝とか夜とか自由自在にやってますね。融通聞いてすごいありがたいと同時に、やっぱりこう意識しないと完全オフにならないから、年末年始はもうツイッターも趣味でやってましたけど、パソコンを立ち上げることもなく。そういう意味ではなんかこう1日単位でオンオフの切り替えって難しいから、こう、ね、休みは休みできちんと取って、そこで切り替えるっていうのが今のとこ妥当な線なのかなと思いながらやってます。そうですね。確かに。だからなんか週末すごく、なんだろう、よし遊ぶぞみたいになりますね、そういえば。反動がね。反動が。だからなんか充実してる感じがします。トータル1週間。海も月曜日によく疲れてませんか？遊びすぎてです。あれジョブ缶の沼やってたらいつでしたっけ？なんかそれがすごいしんどかったな。先月でしたっけ？ああ、いつだっけ？なんかただただ雑談が嬉しかったことがありました。雑談タイムちゃんと定期的に欲しいんですね。スケジュールして。金曜とかですね。いいですよね。前回やった時インターンのおちこちゃんも来てくれて、それが良かった。あ、そうでしたね。なので影響を受けて白ニット着てきました今日。あ、わちかちゃんが白ニット着てたんだっけ？そうなんですよ。東京のオフィスのキラキラした皆さんが白いニット着てたんで、私も今日師範もそうですね。ね、東京オフィス覗いてみたいですよね。行きたいですよね。行きたいです。本当楽しそうなんかすごくないですか？1月入社の2人。すごい。銀行のコードがない元データってよくあるじゃないですか。うん、いちいちこう Google って1行ずつやってたんですけど、全銀行全支店のコード一覧みたいなデータが一つあれば、そこをこう参照するような何か魔法のようなものを組めるんじゃないかっていうことを社長が聞いてたら、あ、それだったらなんとかかんとかペラペラペラって言ってて。関数なんか吉部すごい詳しくなりましたよね。いやでも結局 IF と VLOOKUP です。なんか都道府県取り出してたよねこの間ね。ああ、あれも時々でもいやすごい伸び率だよね本当に。うん、もうこれが私のマックスだと思います。そんなこと言ってちゃった。そんなことない。一番よく使うのは VLOOKUP ですかね、私たちが。そうですね。うん。好きな関数はありますか？好きな関数。でもめっちゃ笑ってる。好きな師範の好きな関数ベスト3は？あ、もうダントツでサムです。サム。あ、シンプルイズザベスト。サムが一番好き。最近ねif エラーっていうのハマってます。例えばなんだけど if エラーの中に VLOOKUP を入れるんですけど、その VLOOKUP がないときってなんか変な記号出るじゃないですか。あ、そうですそうです。あれを後で消すのがすごい面倒くさいので、if エラーを先に頭につけておくと、そういうエラー系のはただの空欄にしておいてくれるっていうのがあるので、CSV のインポットデータ作るときは重宝してます。データが空白のときにゼロを入れるっていうのもありますか？それも多分だけど if なんかあるときはその値をそのまま入れる。何もないときはゼロを入れるっていうのを多分組むんだけど、それをね毎回調べてるとねif 難しいんですよ。私すごいif 難しくて、なんかいつもうまく動かないんですよね。if の沼、if の沼、if を極める。まあ今回テーマがリモートワークなんですけど、リモートワーク絡みでなんかこう爪痕を残しておきたいことありますか？やっぱりリモートワークするには、今カンペを読んでるんですけどお願いします。やっぱり脱ペーパー、脱ハンコ、印鑑文明。やっぱそれなりに準備がないとしづらいってことですよね、それって。そうですね、やっぱりなんか紙媒体で仕事してるとリモートワークって結構難しいかなって思います。脱ペーパーの次何でしたっけ？脱ハンコ、印鑑文明。あとやっぱり給与とかそういった仕事に関しては、明細書が紙だと絶対無理ですよね。ウェブ明細をおすすめします。はい、私たちデコデザインはウェブ明細をおすすめします。それで言うと、出社だと時間がないから働けない人は働きやすいですよね。あ、そういう採用情報がどっかにありましたね。案件がいっぱいなので仲間が欲しいですよね。本当に欲しいです。いい人がいたらすぐ採用するって昨日も言ってましたよ、社長が。有言実行ですからね。次回の師範のローストビーフのご予定はいつ頃になるんでしょうか？どうしよう。なんか良い肉の塊が買えた時に。あれ業務スーパーとかで買うんですか？いやいや、普通にその辺のイオンとかで買えるんですけど、アメリカ産の肉と国産の肉でやった時にやっぱどうしても硬さが違って、日本産の塊を買えた時の方が食べたいお肉ができる。なるほど。そして市販はワインが進むと。進む進む。まだローストビーフ採用はどこにも載ってないと思うからおかしいよね普通に。あれ師範が思いついたんですよね多分。そうそうそう、なんか社長と別件で打ち合わせしてる時にリモートの働き方とかいう話をしてて脱線した結果あそこに行ったっていうだけですね。雑談大事ですね。ちょっとカンペとか用意したら逆に硬くなってしまった気がします。反省会。こういうね、お人柄が素晴らしいですよ、吉部。そういう人がチェックしないとやっぱりダメだからね、設定代行も。ちょっと役割すごいいい感じにはまってますよね。あ、全員私だったら大変なことになってますから、もう炎上してますからね、これまでに。私が最初にインポートとかしてると多分3ヶ月とか経っちゃうんで、梅門がしっかり最初に突破して動かしてくれて、その後ろ私がついていってちょっとしたチリを拾うっていう。ありがたい。チリを拾って。それではありがとうございました。ありがとうございました。さて今回のロームトークは3人でリモートワークについてお話ししてみました。主に脱線してますね、なんか。まあいいか。それでは次回もお楽しみに。